毎度フローターパイロットのヒロボーです。今回はポッパーフロッグなどのフロッグ用のウェイトのオス型メス型を作りたいと思います。それではヒロボー作ります。だいたいこれぐらいの大きさで2ミリ、2ミリ、2ミリの分と3ミリ、2ミリ、2ミリの分の2種類作ってみたいと思います。ホームセンターで売っている河合さんのバルサシートの1ミリを使って作りたいと思います。ハサミでチョキチョキと切ってアロンアルファのゼリー状を塗って二重にします。そして少しだけ三重のところを作っておきます。よいしょ。乾いたので蓋などを使って丸を描きます。こういう感じで失敗してもいいようにちょっと多めに描いてみました。デザインカッターでカットしていきます。カットできたら丸くしていきます。こういう感じでできました。2ミリ、2ミリ、2ミリ、3ミリ、2ミリ、2ミリです。アロンアルファでくっつけます。よいしょ。まずは真ん中にのせて、そして真ん中にくっつけます。そしてまたアロンアルファをつけて真ん中ぐらいに合わせます。こういう感じでできました。ピンバイスの1ミリで穴を開けておきます。よいしょ。くっつき防止のためにセルロースクリアーでドブ付け2回行っておきたいと思います。ドブ付け1回目乾燥中です。セルロースセメントでドブ付け2回も終わりました。型を作るのにブロックで枠を作りました。まずはホームセンターで売っている石膏で型を取りたいと思います。石膏の量は 30g、 水 25cc ぐらいでいきたいと思います。石膏を流します。5分ぐらい待ちます。型を置いてみます。ずれ防止を置いてみます。これで乾かします。石膏も乾いたので位置ずれ防止を取ってテーパー状にします。ブロックも再び3段積み上げたのでシリコン利型剤をたっぷり塗ります。
シリコンは今回も朝日化成さんのワッカーシリコン M4470 を使いたいと思います。付属の硬化剤を100対4で混ぜて使います。 M447030g、 硬化剤 1.2g でいきたいと思います。硬化剤を入れてよくかき混ぜます。よくかき混ざったので入れます。よいしょ、乾かします。6時間以上経って乾いたので、半分3段だけ外していきます。よいしょ。それではブロック3段外れたのでオープンします。オープン。おお、こういう感じで取れました。それではお姿もセットできて、ブロックも3段積み直しました。シリコーン D 型剤を鬼のように拭きます。 D 型剤もたっぷり塗れたので硬化剤を入れてめちゃくちゃよくかき混ぜます。よく混ざったので流し込みます。乾かします。それでは12時間以上経ったのでオープンします。オープン。よいしょ、こういう感じです。取れました。鉛を流す穴をかきます。デザインカッターでカットします。こういう感じでカットできました。点カフを塗ります。閉じて木で挟んで、止めます。今回もリーさんのリードメルターを使います。高温になるので革の手袋をして換気のいい場所で行います。おお、できてる。できてます。すごい。十分冷めたのでニッパーなんかでカットしていきます。デザインカッターで綺麗にしていきます。2mm、2mm、2mm タイプです。3mm、2mm、2mm タイプです。こういう感じで 2mm タイプと 3mm、2mm タイプそれぞれできました。それでは合体の日まで大切に取っておきます。今回はここまでです。ご視聴お気に入り。